ありがとう、おにぎり。もう当たりじゃん。もういいじゃん。すごい当たりおめでとう。またまたマイキさん。まあ今日もねこれを弾こうと思うんですけど、その前に。でありがたいお言葉をね、本日のありがたいお言葉でも禁止にする、すると自然に姿勢がシャッキリと前を向く。斉藤茂太さんかな、精神科医のあります。大事ですね。意味が立ってます。うん、合ってるのかな。間違ってたらごめんなさい。
シドラーラーミドミレのシバラソミミラドン。ピピピトマトさん、これはあれだね、ハタリって入ってなかったね。なんか楽譜があって、一番最初のブロックさっきまでやってたんだけど、今2個目のブロックに進んだんですよ。わー、来た、情熱大陸行けますか。なんていう曲なんですか。まだ練習中なので教えません。しっかりとね、完成するまではちょっとお恥ずかしいですね。情熱大陸ね、調べたら音を思い出す。ちょっと待ってね。ララレミファー。こっからは弾いたことがないから、クラシックをよくやっているので、情熱大陸実は弾いたことないんですよ。だから今なんとなく音を取って
やったのですいません。部分的にはわかる。うん、それ以外は本当にわからない。弾いたことないって言ったじゃん。弾いたことないです。すいません。弾いたことがないので勘弁してください。どこを弾ける？そんな感じかな。多分そんな気がする。耳コピー楽譜がないから分からない。楽譜もないし耳で聞いたものをそのままやってるんでごめんなさい。自分の練習に戻ります。すいません。ありがとう。弾けないです。なんかね、バイオリンやると必ず上達大陸をね、やっぱり目標にしてその弾く子がすごく多いんですけど、その基本的にはなんか発表会とかでその練習したりする子もいました。上達大陸、うん、あ、本当？目標にしてる子もいます。おー、ブルクミア？ピアノだね。あれアラベスクとかやってた。じゃん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 、トゥルルン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 、ミーシドラ、ミーシドラ、ラフ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 ラ弾いてました、弾いてました。ブルクミラーどこまで行ったっけな。なんかありますよ家に楽譜。いい、あのピアノのね、よくそのみんながやるやつなんですけど、あるある、楽譜。ちょっと待ってね。子供のためのブルクミラーっていうブルクミラーっていうんですけど、25の練習曲に書いてあるやつ。そう、自分のね家にあるの、よくみんながねやるの。そうで、それの2番、そう、子供のねやつだからね。これね、本当にピアノをみん、そのでなんかね、最初の方に弾くやつどんどんテンポ上げてってやっていったりする。こんな感じ、こんな感じ、そういうやつ。私ね、好きなね曲がねこの中にあるんですよ。バラードっていう曲なんですけど、ドミソーで、あの、音を取って、で、シとミとラがフラットの曲なんですけど、塚野茂菜
感じ。ジャン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 、その三拍子ですね。これはねよく弾いてました、バラードっていう。何そう。パレードね、パレードね、いいよね、楽しいよねパレード。でなんかタランテラっていうのをお母さんに弾いてもらった。でも自分ではね弾いてないの。その一番最後の貴婦人の乗馬っていうのだけはやった。めっちゃ飛ばしてやってる。すごいなんかすごいアラベスクからなんかちょっとやって、そう途中ももちろんやってるけど結構飛ばしてる。バラードとあと あれやった、ステリアの女っていう曲もあってそれもやったり、さようならと赤輪優しい花とかやったんじゃなかったかな。なんかねやってる曲とやってない曲がね多いですね。進歩無邪気、なんかタランチュラそれはもうやばい。でメロディーは結構忘れちゃったんですけど、チャン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 ラミソミミレトレシラソソファファミミレシスミレスレトドソシドレファソソファガヤナイ。なんか弾いたなっていう覚えはある。そんな感じ。ピアノもね、そうピアノはね習ってないんですよ実は。ピアノは習ってない、ピアノもじゃない、ピアノは習ってないんです。チラッそんな感じ。母に習ってます。母がピアノできるから、そうそれで習ってます。自分はねバイオリンが好きだからバイオリンやるって言った時に、そうピアノも必要になってくるから後々、そうそうそう、それでね自分でのちょっと習ってはないんですけどやってます。青汁が大好きです。飲み物だとバレエのアラベスクなら第一から第四まで、おおアラベスク、あのこれね、こっちの足上げて片足上げて片足やるやつとか、こういう青のやつとかだね。うおー分かるんだ。アマハピ伴奏でね良さそう。頑張ります、ありがとう。やばい、すごいさらっと今バレエのこと言っちゃったけど、そう実はバレエもやってました、あの昔ね。うん、あやってない、水泳もやってました、テニスやってて体操とかもやってました。もうめっちゃいろいろとやってる。いやなんか幼少期にバレエをやってました。今はねちょっとやめちゃったんです。トウシューズあるよ家に。幼少期にやってて、なんかね幼少期だとその小一とかから怖いです。あ間違えた、
バレエの箱があるんですけど、そう一回ね配信でも見せたことありますね。トゥパッドとシューズ、硬いんですよ。バレエって言ったらね、やっぱトーシューズのイメージありますよね。バレエシューズとか、え、めっちゃ硬い。これね、使っていくとね、どんどん先がね、こんな感じになって、もうちょっとね、使い古した方がいいと思ってる自分。このトーシューズなんか全然まだまだペーペーですよ。もっともっとすごいと思います。わかんない、やっぱ他の言語を話せますか。うん、そうですね、日本語と英語は少々。 Hello, good morning, how are you? My name is Noamo Rokuzu とか、I can play the violinNice to meet you. そんな感じ。韓国語は、こんにちは、こんにちは、こんにちはとか、それぐらいかも。中国語だと、おはいにぐらいしかわからない。おいやしや。それ以外までわからない。うん、フランス語はボンジュールとか。かな。わからない。基本的に英語と日本語以外は。トレビアン、それはちょっと違う。うん、リモコン語ね、懐かしいね、リモコン語だなって。このトーシューズそういえば入るのかな。最近ずっと履いてないんだよね、このトーシューズ。実は履けてないっていうのが正しいかも。履いてないというか、ピエン、結構ね、な頻度で履いた方がいいんですよ、トーシューズは。特にあ、入る。あー、でもちょっとちっちゃくなってきたな。っていうか買い替えないと。あー、ちっちゃいな。ちょっとちっちゃくなってきた。まあ履けるは履けるし、いけそうはいけそうだけど、なんということ。すごい、バイオリンからバレエの話になった、ピアノの話になった、次バレエの話になった。やばい、バイオリンの練習をしようと思って、配信をしながらバイオリンのね練習しようと思ったんだけど、ちょうど裸足なんですよ。配信だと見せにくいな今ね、座ってるし、余計。こんな感じ。軽く結んだのであれですけど、そう、こんな感じ。履けた。あ、公演の時にしれっとバレ、やばい、トーシューズで踊れない。バレエシューズならギリギリ踊れるよ。
すごいね、みんなびっくりしちゃう。そうだね、キュってなってるからね。いや、そんなもんなんで終わりたいと思います。座ったままだったら結構いけるよ。やばい、これがちょっといかなくなってきてる。まずいぞ、硬くなってきてる証拠だぞ。まぴちゃん頑張れ。色が金色に見える。あー、ちょっとね、なるほどね。ねえ、すごいね。いやー、ナピちゃんそんなに本気でバレエ趣味程度だったからね、言ってたの。ほんとにそんなバレエのコンクールなんて修行いわ。たしなむ程度。そうだね、ある程度ちゃんとやってたけど。そう、こんな感じでいろんな習い事もやってました。水泳もやってたり、テニスもやってたり、ゴルフやりたいな。なんかそういえばゴルフにでも連れててもらったことないんですよ。最近やってみた。なんで、なんとなくゴルフやりたいな。乗馬、大森さんに一回行ったことあるけど、なんかね、すごいちっちゃい頃の記憶。鳥取砂丘で6台乗れるよ。そうなの？ゴルフあれよ、あのゴルフのパターカーンってやるやつは家にたくさん何本かあるよ。ちゃんと乗馬ね、乗馬ちょっとみんなに教えてほしいかも。軽井沢別荘、わーよくあるやつだね。いやー怖い、食べれるし。パニック、いやそうね、いろんな話になりました。バイオリンはレッスンある。バイオリンはですね、ただいまこれは課題曲としてやってます。ご自分でそのずっとやってたりもする。これさ、この両面ページのさ、こっち側のさページがさ、こっち側やってたんだけど、こっち側のページがさ、えらい難しそうなんだよ。16分音符ばっか、もう早い、やばい。さっき引いた情熱大陸、引いた引いた。うん、伊勢のハーフ、ああ台湾いのりさん久しぶりじゃない。いのりさん元気かい、かわいいねペンギン。
敵だね。おお。ちょっと一回触れてみるのもいいかも。エレキバイオリンもさ、なんかさ、ちょっとさ欲しくなっちゃったことあるよね。お元気？よかったよかった。ね、最近いなかったからちょっと大心配だったよ。元気ならよかった。さっきまでねバイオリンとかピアノとかバレエの話をしてました。芸術家のさんやばい。ということで終わりたいと思います。え、ケーキ、え、本当？以前のノピ今もなるべく生き生きしようとあがいてます。え、生き生きしてますしてない生き生きしてるはず。人生を楽しもうって思ってる今は、人生を楽しもうって思ってる今はじゃないうん、あ、本当に楽しくすぎる感じ。あ、どんなし、うーん、まあそうだね、大人っぽくなってったということでいいのかもねなんか人生を楽しもうっていうふうに思います。多分中二病なんだと思う多分中二病なんだと思う今の発言的にうん、4倍来てます。あら、まあ、いやね、そうそう、人生妖怪過言、そう言っても過言ではないから。思春期、なるほどね、うん、そうだね、あずみんはねたくさんいじってますね今。もうねちょっと私も行かなきゃいけない時間なので本当に終わりますすいません。まあ、セッティングイズ学校便利したできるまちカンサルニーターできゅうありがとう。テレビスプリンさんありがとうございます。おいしそう。イレブンデイビッドさんできゅうまちありがとう。先生おいしそうちゃんありがとうございます。いつつばらさんできゅうまちありがとう。え、いつ赤ちゃんさんありがとうございます。え、としきさんできゅうまちありがとう。え、うらめさんできゅうまちありがとうございます。え、フィフティスシンジラングリさんありがとう。And for is ありさんテキブリマチありがとうございます。 So is ゆずきちさんテキブリマチ。 Hey シカンディズマイキさんありがとう。 And first is ピピピトマトさんありがとうございます。そしておめでとうございます。すいません、今日はねちょっとねこの後少々余地があるので、はい、ということで皆さん本日も配信ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。ありがとうね、配信ありがとう。またね、シーン、ごきげんよう。またね。